米山公判は日本の技術者、実業家、コニカ代表取締役社長、同社代表取締役会長、日本科学技術連盟理事長、日本品質管理学会会長などを務めた。アメリカ品質学会功績賞、デミング賞本賞受賞、東京市本塾生まれ。府立七校在学中に東京大空襲で家が消失し、学生寮のある。 横浜工業専門学校に入学。1953年東京工業、大学電気科学科卒業。大学では、品質管理の水野茂教授に指示した。1953年小西六写真工業入社。八王子工場品質保証課長を経て、生産本部本部長付主任部員在任中に、出版した著書、品質管理の話で、 日経品質管理文献賞を受賞。生産本部本部長付部長、経営企画室部長兼、UBX 事業部企画室部長、UBX 販売本部長兼、UBX 事業部企画室長、八王子工場長を経て、1980年、取締役販売総括本部欧州総支配人に、昇格。1八十一年小西六、取締役企画本部長、 1982年常務取締役品質管理本部長。1983年東京工業大学大学院非常勤講師。1983年常務取締役事務機事業部長。1984年常務取締役副社機事業本部長。1985年常務取締役機器事業本部本部長室長。 1986年代表取締役専務。1988年日本品質管理学会理事。1990年5日代表取締役社長、ランジュ法省受賞。1993年日本品質管理学会副会長。1994年デミング賞本賞受賞。1995年日本品質管理学会会長。 日本科学技術連盟理事、東京工芸大学理事。1996年コニカ、代表取締役会長、日本品質管理学会顧問、アジア、太平洋品質組織ワルター・エールハード・エグゼクティブ、メダル受賞。1998年東京理科、大学経営工学科非常勤講師、アメリカ品質学会、石川メダル受賞。 1999年日本品質管理、学会名誉会員、君山当局実中受賞受賞。2001年コニカ取締役相談役。2002年コニカ取締役。2003年コニカミノルタホールディングス名誉顧問。2004年日本科学技術連盟理事長。2005年ビジネスブレイクスルー大学大学院、品質経営教授。 2007年コニカミノルタ画像科学、新興財団理事長、アメリカ品質学会功績賞受賞、2014年肺炎の試し去。去年84、ありがとうございます。